疲れ様です。皆さん生きておりますか？今日も一日、はい、お疲れ様です。ということで、僕は毎日ここ最近なんとかギリギリで生きています。早速じゃあ話していきます。じゃじゃーん。はい、これを買ってきました。ちょっとね、ニューバランス普段履いてるんですけど、そろそろ靴底がもうやばいことになってきたので、新しいやつを買いました。ドクターショール。まあなんかアマゾンで結構上の方に上位に出てきたやつですね。アマゾンもだいぶなんか星がさ、レビューの星がすごい見えにくくなってんだよね。ドクターショールジェルアクティブ、ハードな立ち仕事に足への負担を軽減、立ちっぱなしで辛い足に一日中衝撃吸収、16時間使用後と新品状態での本品のかかと部分を比較し、衝撃吸収性が同等であることを確認。ジェル、どこがジェルなんだろう。これここがジェルなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ確かにちょっとジェルっぽいような素材ですね。ブランド設立からオーバー100年なんだこれ。これ多分外国じゃないですかね、どこの会社やろ。フレッシュドライ生地でサラサラドライ感をキープ、1日、仕事靴やブーツも1日中快適な履き心地、立ちっぱなしで辛い足に。サイズ見てたんですが、これ26までですね。一応僕は 6.5 なのですが、サイズが大丈夫か。これ一応立ち仕事かなり軽減されるらしいけど、まあ果たしてどうなんだろうな。メイドインチャイナ、ドクターショール。前回ニューバランスのインソール動画で話しましたけど、あれ何年だっけ、1年くらい前、結構前に話したけど、ニューバランスのインソールは良かったですね。普通に
私の話を聞いてくれっていうタイトルなんですけど、カモイ例のこれは模写ですね。おじい、ま、老人ですね。じじいの絵です。まあ、カモイ例はあのじじいの絵が多いですね。はい、おじいさんの絵でございます。あとね、ちょっと最近スケッチブック話してなかったんですが、もう一枚、ね、じゃーん。あ、ちょっと光が、あ、違そうですね。これはこれはね、このワンコは。で、その段ボールに
不思議な話がありましてですね、ちょっと某有名な寺に行ってきたんですよ。結構有名なお寺なんですけど、母が霊感があって、でその匂い、幽霊の匂いの話してくれたことがあるんですけど、そこのお坊さんもですね、そういう話をしてて、幽霊の匂いの話で、全く僕と母と同じこと言ってたっていう、久々お祈りをしてきました。で、普段僕は何を祈るかっていうと、特に何も考えてないですね、普段は。考えるとしたら、よくわからんけどさ、今日も生きられましたと、ありがとうございますっていう風に、手を合わせたりとか、あと視聴者の、幸せとかを祈ってますね。これを言うとね、すげえうさんくさいんですけど、これは本当の話です。はい、祈るだけ。もう僕は祈ることしかできねえ野郎なんで、はい、そこは祈るだけですけどっていうね、はい、視聴者の、幸せとかだったり、生きられたことに感謝したり、あと何も考えてなかったりとか、祈りなんてそんなもんだと思ってたんですけど、ちょっと今回ね、どうすなら、宝くじ、ちょっと生活、今ちょっと生活が大変なんで、手を合わせて宝くじがこう当たりますようにっていうね、風に、お願いしたんですよ。有名な、お寺なんで、もしかしたら、縁起がいいことがあるんじゃないかなっていう風にね、ちょっと神様に頼んだんですよ。で、宝くじを買いに3枚買ったんですよ、3枚ね。で、そしたらなんとですね、2枚当たりました、2枚。5等、1等、2等、3等、4等、5等の中で、5等と4等が当たりました。びっくりしません？あ、そう。びっくりしたんですよ、僕は。5等だったらまだわかるんですよ。で、1枚ね、3枚買って、5等1枚出てきたら嬉しいなぐらいだったんですけど、なんと4等、5等プラス4等ですからね。5等と4等。だから一応元は取れましたね、3枚買ったけど。元は取れたっていうね、そういうね、なんかめちゃくちゃ不思議な一日でしたね。お祈り、ちょっと久々自分のお祈りしてみたら、そしてその日に宝くじを買いに行ったらっていう、むちゃくちゃ不思議な一日でしたね。にしてもお小遣いぐらいの、願いを聞いてくれたんでしょうか、神様は。なるべく今後もちょっと寺、お寺ね、なんか不思議だよね。なんかお寺って、祈りも不思議だけどね、なんか不思議な気持ちになるよね。ちなみに僕は霊感はないでございます。はい、僕は霊感はないですね。どっちかというと別のものがあるのかな。これまた話すとさ、なんかちょっとこいつ頭いよいよおかしくなったんじゃねえかと思われそうなんで、ちょっと話すのはやめときますが、もし気になる方いたら、ちょっとじゃあコメントで気になるっていう風に書いといてください、で、それを僕が読んで、もしかしたら次の動画で話すかもしれないです。もしくは忘れて話さないかもしれないです。もう完全に忘れてるかも。ちょっと他にまだ話す予定があったんですけど、とりあえずじゃあラスト1個にするか。他にいろいろあったんですけど、それはまた今度時間にする。はい、じゃあラスト1章。
伝えましょうかね。ちょっと伝えます。はい。というわけで。